まあ、花からなんですけど、淡水と海水の概念とかもガッバガバですよね。あのレールに乗りたい。人生のレールにもう一度乗りたい。なかなか難しいけれども、脱線気味ですからね。人生半分以上も脱線気味ですけれども。どうにか乗りたい、乗れなーい。はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、もしくはおはようございます。アイアムフィッシュ実況プレイの続きをやっていきたいと思います。今回はね、ハリセンボンをやっていこうかと思います。光源コロコロ。残すところ、このハリセンボンとね、トビウオだけってことになりますけれども。相変わらず間の抜けた鳥ですね。お？威嚇が激しい。あ、やっぱりこの光は届いてるんだ。金魚さんの光ですね。輝かしい思い出。もう一度仲間に会いたい。合わせて差し上げましょう。ん？なんか随分アーティスティックなお家ですね。どっちに転がればいい？こっちか。出だしは基本的に毎回同じ感じだけど、ここからどう降りるかだな。こっから落ちたら多分ダメだから、もうちょっと向こうまで行かないといけないね。結構厳しいな、ルートが。なかなか厳しいルートだけど。ここまで来ました。来ました。そして、降りれるところは？ん？あ、ここカーペットがあるね。いけるいける。で、ここから階段かな？さあ、言うことを聞いておくれ、ハリセンボンちゃん。輝かしい未来のためにまずはこのお家から脱出をしましょう。おっとっとっとと、割れちゃいそう。そこ危ないね、そこ危ないね、そこ危ないよ、そこ危ない、そこ危ない。多分落ちちゃダメなやつ。あ、いけるか。ん、なんだこれ、猫ちゃんかなんかがいるのかな。なんか、随分とちょっと大きいお家ですね、ここ。今までのお家とは若干異なりますけど。で、そっちか？行くのは。ここは開かないよね。あ、ん？これひょっとして、引き戸か、これ。開く？開いた開いた開いた。早々にお家から脱出できましたが、おお、のどか、これすごいのどかな感じする。あー、なんか郊外のアトリエというか別荘とかそんな感じなんですかね。そこは下り坂かな。うまいこと一気に海に近づきたいが、海は全然なさそうだね。これいける？そこの扉開くかな？大丈夫かこれ。はい、ダメでした。ん？ RB、LB を押す。は？え？あ、自前で転がれる？え？水ある？水ある？あー、オッケーオッケー。なるほど。ちょっとした、距離であれば自分で転がれるんだ。丸くなって。便利。また毛色が違う力ですね。ただこのゲームですね、まあ、花からなんですけど、淡水と海水の概念とかもガッバガバですよね。そもそも、ハリセンボンと金魚と、ピラニアとトビウオを一緒に飼ってるっていうね、よくわかんない状態でしたから。
そういう過酷な環境下で育った彼らはきっとね、並大抵のことではへこたれない強いフィジカルを持ってるんだと思いますね。包丁に進めているが今のところ、はいはいはい、結構楽しいな。これはこれでまた感覚が違って、自分で転がっていけるっていうのはね、なかなかまた操作感も違ってて安心感がありますね。多少の陸地だったらいけるっていうのは。さあ、井の中のね、飼わず大飼う知らずとか言いますけれども、ずっとねペットショップや金魚鉢の中で飼われてた彼らは広大なね海に憧れを持ってるんでしょうね。おっと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 、楽しいなこれ、普通に操作してて気持ちいい。でうち行けるのかな、これ大丈夫、大丈夫か。このゲームね結構あの歯応えあるし、まあ、ビジュアルもすごい綺麗で可愛らしいですし、あと操作感はわりかしね良好です。あのちょっとピラニアの時のジャンプで血液袋を噛むのほんときつかったけど、なかなか届かなくて。あとね、残してるトピウオさんがすごい難しいっていう噂を聞いてるんで、ちょっと確保しないといけないですけど、それ以外の今のところね普通に他の部分は楽しく操作できてます。おお、あ綺麗、あすごい景色綺麗。これはただ水気がないところにあまりいると死んじゃうよね多分。危ない危ない。あ、今度はそういう配分が必要なんだね。どこまで転がってどこで水を補給するかっていうのが必要なんだね。危ない危ない危ない。結構チキンレースだった今。割と良好に進んでます。まあ、でもタイムアタックとかしたい人はね結構攻めていかないといけないよね。おお、お、ステージ1一気にクリアですね。調子がいいですね。じゃあレベル2行きましょう。フォレストストリーム、まだまだ緑が続きそうですね。どっちに行くんだ、こっちか。ん？お？あ、全然これあれだね。もう水たまりみたいになってるから一回外出ないとダメだねこれ多分。はいはい、転がって。そしたらまだこっちもそうかな？お、それっぽい。うわ、っていうか本当。自然がめっちゃ綺麗これ。ああ、やっぱりね、あの、ほんと、人間社会がどれだけ汚いかっていうね。おっと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 。これいける？ああ、いけたいけた。あ、かといって私別に田舎に住みたいとかはないんですけど、たまにやっぱりこういう自然豊かなところをね、見ると、心が安らぎますね。今なんかすごい茨みたいなやつだけど、大丈夫だったのかな？それともバグかなんかで通り過ぎれたのだろうか。なんか案外今のところ割と通っちゃダメなとこな気がするんだけど、なんかこれに当たったらあの穴開きそうですよね。大丈夫かな。あ、なんかそこを行くっぽい気がするけど、ちょっと難しそう。はいはい、やっぱりね、あの、多少の歯応え出していかないといけないから、危ない危ない危ない。少しはね、攻撃性を出してきますよね。おっと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 。ここを避けながら行って、オッケーオッケー。だんだん分かってきたぞ。そこ抜けれるだろう。
で、これは左手かな？ハイライトされてるし。すごい軽快にいけるね、今のところ。お、これはちょっと難しい。おっとっと。わあ、純粋にアクションゲームが楽しい。これ多分あの、ハリセンボンが2匹目としてちょうどいいんじゃないかな。金魚、ハリセンボン、ピラニアっていう感じが良かったんじゃないかな、本当は。ああ、綺麗。気持ちいいですね。泳いでて。あ、穴が開いてるな。ん？なんだこれ。どこかに、あ、パンがあるんだね。パンくずは別にいらんのだかな、私のプレイでは。コレクター要素としてね。ああ、渓谷だね、完全に。下流に向かって進んでる感じはとってもあります。ちょっと水に流されてますね、ハリセンボンさん。おーっと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 。パイプに吸い込まれちゃいましたね。吸着のいい穴っていうのはね、まあ、とても素晴らしいものではあるんですけど。ん？これなんだ？めっちゃ木が。めちゃくちゃ木があるんだが、これどうしたらいい？ん？左右にどうにか迂回していくしかないのかな？ちょっと急に難易度上がったぞ。これは、これしゃがんだり、これ無理だね。左右から行くのは絶対無理だから、どう？ん？ここで？ああ、そういうこと！なるほど。沈んで浮力で一気に上がるってことか。はいはいはい。おお、これは楽しい。そういう使い方もありなんだね。じゃあ結構真下まで行って。おお、いけるいけるいける。なるほどなるほど。こういう使い方ね。ちょ、早く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 。おい、そうしよう。タフなようでいて、結構繊細な体だからね。さあ、沈んでと。おう。渡っていきましょう。ああ、危ない危ない危なかった。なんか一番汎用性が高そうだね、このハリセンボンさん。脱線しそうで怖いけど、あ、いける？いけるか、いけるか。おお、ギリギリ。さあ、海中に進んでいるが、なんかチェックポイントがすごい近いな。あそこは完全に陸地だが、ん？どういうことだ？上がっていいのか。でもあっちにもあるね、木が。まあ上がってみようか、とりあえず頑張って。で、あ、上がった上がった上がった。あそこに瓶がある、瓶がある、瓶に入れってことだ。よし、で瓶に入りましたが、
通りが来た。通りが来た、めんどくさい。鳥野郎の住みがなんだな。なるほど。鳥さんの住みかでいらっしゃるんですね、ここは。散々ね、金魚の時に煮え湯を飲まされましたけれど。あそこに鳥さんがまたいる。あら？なんか引っかかってる。ああ、邪魔だ。すげえ邪魔。はいはい、わかったわかった。お前らの危険性はとてもよくわかっている。通り過ぎたい。はいはいはい。その意地汚さはよくわかってますよ。ではこそこそと回答しながら通り過ぎていく。ちょっと一旦これの下に行きたい。ああ、勢いが足りない。勢いが足りない。どう抜けていけばいいんだこれ。こっちに行くか、とりあえず。この下を抜けて、で、あそこか。いけるかな？はいはい。お邪魔します。鳥さんたちが多いけれども、この下に入れば多少マシでしょう。抜けれるか？抜けれそう。さあ、このゾーンを通過したい。通過できた。OK。お？あ、水たまりか。水たまりなのはいいんだが、あ、動く動く動く。なんで動くかわからないけれども動かせる。で、ああ、はいはい。ここはおそらく、ハリセンボンジャンプですね。で、今度はまた氷の状態で移動していくと。もはや、金魚じゃない。ハリセンボンの力だけでなぜこんなに動かせるのかさっぱりわからないけれども。すごいな、これ。この橋みたいなところ移動しないとダメ？ああ、どうにかどうにか、どうにかどうにか、どうにか行ってる。うまいこと回転させながら、このまままっすぐか。この、廃屋みたいなのは何なのかちょっとわかんないですけど。通り過ぎて、はい、チェックポイント行きましょう。おっとっと、おちょ待って、ちょ待って、命が危ない、命が危ない。で、こっから飛び出していいのか、これは。え、ルートが分かれてるっぽい。雨どいとこっちと。意を決してちょっと窓の方に行ってみようかな。行けるのかな。ああ、瓶があった。瓶はあったが、
ちょっと待ってくれ。これ結構無理ゲーなルートに行ったんでは。いやいやいや、これはなかなか厳しいぞ。これは、あと鳥狙ってるひょっとして。なぜこんなに音がおかしいんだ。すごい静寂な音になった。緊張感半端ないんだが。どこに向かえばいいのこれ。降りれる降りれますかこれ。無理だよね。どこに行けば降りれるんだあれ。あの棚の上。無理だよね。おお。見事に迷子になって、まあ落ちましたけど、このあの棚の上に降りればいいのか、ひょっとして。なかなか、おお、そういうのやめてね。そういうのはやめましょう。そういうね、冗談はなしで。バレるじゃん。降りれない。完全にね、ルートで迷子になりながら何度もやり直しておりますけれども、この今画面から見ると右手側の方に進んでいきたいんですけど、どうもこのちょっと茶色の濃い色の木は落ちるっぽい。全部じゃないのかもしれないけど落ちたので、ちょっとこの茶色い木を避けながら今は画面の奥の方に進んでいってます。はい、来た。やっぱり落ちるのか。はい、落ちるのか。アイアムフィッシュそんなにね甘くないですね。ノリノリでやってたんですけど、急に現実にね、引き戻されました。おぉ、どうにか通り抜けた。で。あのレールに乗りたい。人生のレールにもう一度乗りたい。なかなか難しいけれども、脱線気味ですからね。人生半分以上もう脱線気味ですけれども。どうにか乗りたい、乗れない。さあ、ここまで来たよ。ここまでまた来ましたが、再度人生という名のレールに乗ることはできるのか。運命の分かれ道。青乗った。脱線気味だった私がね、久しぶりに人生のレールに乗っている。よーし、チェックポイント。で、今度はどうしろと？またそういうことをさせる。あれ？ちょっと色がわかんないんだけど、これ通れるやつ？通れるやつか。どういうルートになってんだこれ。そしてどこに向かってんだこれは。画面のどっちに向かってってんのか全然わかんない。ゴール地点はどこ？またあの鳥の声が嫌ですね、なんか。ん？この木通れるやつ？ちょっとわかんないけど。あ、ダメなやつじゃん。どっちに行けばいいんだ、これ。ルートがわからない。お、とりあえずここ渡ろうか。渡っているけれども。渡っているんだけれども。渡ったところで一体どこに向かっているのか。とりあえず画面の奥の方行ってみようか。で、また今回も多分落ちるギターがありそうなんだよね。ただ日陰に入るとすごくそれが分かりづらくなってしまうので、結構危険。これは渡れるやつか？あとこの、いやらしい感じにこの道を塞いでる。椅子は何なんだろうね。とりあえずこっち行くか。ん？どっか下に降りれるルートある？あ、奥の方に行けばいいのかな？この、ちょっと今、柵的なものが見えましたけど。これでいいのか？あ、
チェックポイント嬉しい。チェックポイントが嬉しい。ん？あ、ダメだ。ちょっと待って、水ある？え？水あります？これ。あー、危なかった。ほんの少しの水が命をつないだ。ありがとう。生命の源ありがとう。いや、結構水場と水場の距離が厳しくなってきたね。少し終盤の方なんかな。ステージ2でしたっけ ?3 でしたっけ。おーっと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 。あ。イバラは一応死なないんですね。あの、転がるのを邪魔されるだけか。よかったよかった。とりあえず勢いをつけつつ行ってみよう。ああ、ちょうど。飛び出し。あ、土管がありますね。行けるのかこれは。行ってみよう。ここは行くしかない。頼む。水を。ありがとうございます。あ、久しぶりの大自然。ありがとう、大自然。おお、気持ちいい。おっとっとっと。お？結構開けてきた？目的地近いですか？おお、きれいきれい。ああ、いいじゃないですか。結構あの、河口が近づいてきた感じですね、あの。川幅も広くなって、水流も緩やかになって。なんか社会とか思い出しますけど、地理とか。いいですね。ただ、そうね、平和に終わらんでしょうね、最後まで。ぴょん、おお。小魚ぐらいいても、ああ、いるいる。いいね、いいね、いいね。ん？なんか別なまた金魚さんみたいのがいますね。ん？なんだこれ。釣りしてますね、あの人。ん？え、これひょっとしてこの釣りなんか関係ある？ん？これ引っかかったりした方がいい？釣られて人間の力を借りるしかもう海に近づく方法がないってことか。いや全然全然全くね抵抗してないんですけど、私割とどちらかというと釣られるように頑張ってるんですけど。あなた下手すぎじゃありません？ちょっと頑張って釣られようとしてるんですけど、これん？はいはい。Steady now. Steady now. すげえ頑張って釣られようとしてますよ、今。行けました？ Too easy. I want a fish who puts up more of a fight. なんだこいつは。釣られてみたものの、なんかあのあまりに張り合いがないと放流されちゃうんですよね。どういうことだろう。多少の反抗心みたいなの見せないとダメなのか。おっとっとっと。Too easy to catch. I want a fighter. めちゃくちゃ贅沢だな、この人。We got a live one. Got a bit of a fighter here. 人間のさ、
なんというかすごい贅沢なところが出てるっていうかね、わがままなところが出てるっていうか、生きの良さみたいなのを見せないと釣り上げないんですよね、この人。なるほど。そうやって気に入らせることでやっと捕獲されるということか。ちょっと予想よりね、時間がかかってしまったので、今回はここで区切りにしたいと思います。今回も長時間お付き合いいただきましてありがとうございました。次回はね、ハリセンボンの続きをやっていきたいと思います。また次回の動画で皆さんとお会いできれば幸いです。チャンネル登録、高評価、コメントなどいただけますと励みになります。よろしくお願いいたします。では、お疲れ様でした。じゃあね。